どんどん手放して奇跡を起こせ。はい、こんにちは。ステカツで人生好転のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今日はインタビュアーの高橋さんに来てもらってます。高橋と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということで高橋さん、今日は何のお話しましょうか。今日はですね、はい、ちょっと変化球なんですけども、はい、日々ですね、私も物を捨てて、ゴールセッティングをして、前に進もうと思ったんですが奥さんと喧嘩をしまして、なかなか前に進まなくなっちゃったんですよ。ああ、なるほど。やっぱね、家族仲で大事ですからね。そう、それでこの場合どうしたらいいのかなっていうですね。ああ、なるほど。じゃあその、ゴールセッティングしたりとか物を捨てたりして人生をどんどん好転させたいんだけれども、家族仲ってことですよね。そうなんです。前に進もうとしてもやっぱり身内がごちゃごちゃしていると前に進みづらくなるなと思って、はい、かしこまりました。じゃあ今日はそのお話をしていきたいと思いますので、とにかく2024年捨て活をどんどん加速させたい方はもちろん、人生を激変させたい方はぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生好転に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで先ほどのね高橋さんお話なんですけれども、もう一度いいですか、質問。いざですね、物を捨てよう、前に進んでゴールセッティングにこう向かってですね行こうとしてるんですけども、奥さんと喧嘩しましてどうしたらいいんですかね、これ。いや、もうこれよくあるあるだと思うんですよね。家の中にごちゃごちゃ物があるとね、結構喧嘩しやすかったりするんですよね。でもこれはね、結論から言うと捨ててってことなんですよ。奥さん捨てるんですか。違う物を捨てましょうってことなんですよ。やっぱりこの物が多いと、例えば奥さんの機嫌悪くなったりする可能性ってどう、増えそう、減りそう。機嫌悪くなりそうですね。ですよね、はい、なんか頭ごちゃごちゃしてくるじゃないですか、物たくさんあると。で、機嫌が悪くなりますよね。ほんなら奥さんの機嫌悪くなったら高橋さんの機嫌は良くなりそう、悪くなりそう、イライラします。ですよね、はい、これが全員に、伝染してしまうということなんですよ。あ、そういうことなんですか。そう、だから結構その夫婦仲が悪いとか家族との関係性が良くないって、家の中に物がごちゃごちゃあるパターンって実はね多いんですね。一緒に夫婦で過ごす場所、ちょっと物が多いかもしれないですね。それこそ寝室だったりとかリビングだったりとか、結構なんていうのかな、プライベート空間というか、よくいる空間、長くいる空間って特に大事だと思いません？確かにそうですね。物が多いとなんかそっちの方に気が散っちゃうというか。そう、しかも無意識なんで、これってなんか自分が物のことを考えなきゃと思って考えてるんじゃなくって、無意識になんかもう目に入った時点でもうなんかうわーって脳が処理しだしてるんですよね。で、もう脳がもう疲れて、もう何もしたくないって感じになっちゃうっていうことなんですよ。だってこれってでももったいないと思いません？いや、もったいないですね。だからその夫婦仲が悪いとか、その家族仲がとか、なんかやる気が出ないんですとかね、そのゴールセッティングができないんです、分かんないんですっていう方は、もうとにかく物を捨てましょうなんですよ。物が多すぎて捨てられないっていう方もいらっしゃるかなと思うんですね。要はそんなに物なかったら、ああじゃあこれもこれもこれもっていう風に、これはいるかいらないかですぐ分かるんですね。だけどたくさん物があると、もうなんか思考停止みたいな感じになってきて、結局何もできないっていう、なんかこの繰り返しなんですよ。なんか私あの Zoom のお茶会っていうのやってるんですけれども、そちらにねこの間来ていただいた方が、物が多くて手放せないっていうのが悩みだったんですよ。だから捨てたいんだけども、物が多くてもう考えてるだけで大変なので、もういいやってなって、結局そのままなんですっていう方がいて、いやめっちゃわかりますよみたいな、だから捨てないといけないんですよって。でも一人で捨てるのってね、結構きつかったりするんですよね。きついと思いますね。だからそれこそプロに任せるだったりとか、もう業者に来てもらうだったりとか、期限決めて、はい、もう1週間以内に捨てなかったらもうあなた罰ねみたいな、もうそれぐらいやらないとね、あの人って動かないんですよ。そういうなんか生き物なんですね。だからこれは皆さんが悪いとかそういうことじゃなくって、人間の本能みたいなもんで、なんか機能までやってきたこととか、昨日までの環境とか状況が大好きっていうか、この状況で生きれてるんだから今日もそれで生きたいと思うんですよ。で、今日も明日も明後日も1年後も生きれるんですよ。
うん、なぜかというと過去にそれを経験して生きてきたから。だから脳は生きるか死ぬかっていうこの2つの判断しかできないんですね。賢いのかおバカさんなのかちょっと分かんないんですけど、はい、うん、それぐらいなんかねシンプルっていうのかな、うん、なのでだから捨てれないっていうのはすごい分かりますよと。だけど捨てた方がいいのは皆さん分かってるんですね。じゃないと私のチャンネル見ないじゃないですかであればもうそれこそ1個ずつでいいから捨てる、もうまずこれをやってみるっていうのは私はすごいおすすめなんですね。あのうちにですね、うん、家全体に物が少し多いんですよ。あ、はいはいはい、例えば玄関、うん、リビング、うん、キッチン、うん、寝室、うん、どこから手つければいいと思うんですか。あのね、どこからでもいいんですけど手のつけやすいなと思う場所でいいです。例えば玄関やったらなんかまあスペースがそんなにねないというか狭いかなと思うので、じゃあまず玄関の靴、まず一足これいるかいらんか、あ、もういらんは何年も履いてないとかもう履き潰したっていうんであればまずそれから捨ててみるでもいいと思いますし、なんかリビングが馴染みがあるっていう方であればボールペンとかこれいるんかなみたいな、これを捨ててみるってね、どこでもいいと思うんですけど、ご自身が あそこやったらできそうやなっていうところがいいと思うんですね。で特になんか一般的に言われてるのはお洋服だと思うんですね。でお洋服っていっぱいあるじゃないですかね、さらに言ったら、まあ、季節が逆のものであれば手放しやすいと思うんですよ。なんか今冬なので冬服って手放しにくいと思うんですけれども、夏のものでも何年も着てるものとか、もうなんか去年全然着なかったものとかないですか皆さん。ありますよね、絶対絶対あるんですよ。だからもうまずはお洋服からやる。でお洋服って軽いじゃないですか、特に夏服って。だから軽いものって手放しやすいので、そこからやるっていうのがまあ一般的にはやりやすいかなと思うんですけれども、ご自身が思うはあそこからやってみようかなっていう、そこで私はいいと思いますね。ありがとうございます。うんうん、あの最後悦子さんいいですか質問。はいどうぞ。悦子さんはご結婚されてた時、はい、ご主人と喧嘩とかってどうだったんですか。あ、してない。え、してないんですか。うん、まあ、だから話し合いにならないって言ったらなんかなんか私が言ったとしても黙るみたいな、あ、出た黙る作戦みたいな感じじゃないですか、はい、いやでもね今思えばなんかそのまあ喧嘩したくないとか言い争いたくないっていうことなのかもしれないですし、これ私のねあの解釈になると思うんですけど、私の前の旦那さんのご両親ですよねのお母さんが結構その喧嘩しないっていうことに重きを置いてたというのかな、要は平和主義って言ったらいいのかな、なんか自分さえ黙ってればもうなんかことがうまく進むんじゃないかっていうのを、まあ、見てたわけですよね、まあ、そういうのもあるのかもしれないですね。うん、だからこうなんか話し合おうよとか言ってもなんか別に私怒ってるわけじゃないんですよ、じゃないんやけど黙りこくるみたいな、まあ、そういうとこはあったんで、なんか別に喧嘩とかならない悦子さん怒るってことはあるんですか。あんまりない。あんまりない、もと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 ない。実際悦子さん、あの捨てる前と捨てた後とかで、うん、で怒りの感情ってどうですか、変わりましたか。怒りの感情自体は出るんですよ、ただそれをどう処理するかみたいなのはあると思ってて、で怒りで出ていいんですよ、うん、で別にそれをなんか怒ってなんかもうこのクソババとかうえーって投げるとかそれはしない方がいいじゃないですか。それは昔も今もやってないんやけど、あ、うわって出たら、あ、私今怒ってるんやっていう風になんかその感情を別に受け入れるっていうかなんか感じていいんですよ。ただしそれをどう表現するかはその後の自分自身ってことですよね。だからそこはまあコントロールできる部分なので、自分自身でまあ判別していくってことです。はい、ありがとうございます。じゃあ結論は悦子さん捨てろってことですね。そうですね、もうとにかく家の中のものを手放すだけで本当にこう家族の中が良くなったりとか、自分自身の精神が安定したりとか、ゴールセッティングがしやすくなったりするということなので、とにかく家の中のものを1個ずつでいいから捨てていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。また感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE お友達になってください。公式 LINE でお茶会や無料勉強会、そして YouTube で話せない内容をこっそりとそちらでお話していますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、捨て続けて奇跡を起こせということで、もうとにかく一個ずつでいいから手放してご機嫌な人生を手に入れましょう。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!